どうも、ポチです。レオです。7年後で待ってる。続きをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。いや、前回はまあ、あれですね。院長の日記も読み終わって。そうですね。みんなにね、まあ、夢の中の話だけど、みたいなことで、ちょっと話す。うんタイムリープしたらどうするみたいなちょっと夢の中っぽく話してみてなんかもう一人タイムリープしてるやついいんじゃねみたいな なんかそんなええー、みたいなこととかが出始めてる感じですね。じゃあ今日は何をするんですかね、はい、ハルトはこれそうですねよいしょいやいやいやそんなわけないよなそもそも院長はタイムリープのことを教えろって言ってきたんじゃないか。あれは演技には見えなかった。つまり、院長のお父さんのタイムリープ技術は完成してなかった。もしくは、完成したけど、息子の菊水院長には全てを教えなかったんだ。そうだ、きっと院長が過去に戻るには何かが足りないんだ。一体何が？もう過去に戻ってやり直すことはできないんだ。慎重に考えよう。お、慎重に考えよう。お、あっちだな、やっぱな。そうだね。ここ入れってこと？え、ここ誰もいないよ。かけるの部屋でしょ？うん。何もないです。こっちか。ん？違うな。ん？ん？何もないよ、別に。花は？花なんかあったっけ？あれ？何もない。あれ？もう一回戻るわ。いけないよね、やっぱね。どこだ？あ、ここ入れたわ。あ、ハルトくん。あのね、ハルトくんは桜餅って食べたことある？え？多分あるかな。花ちゃんはないんだよ。違う。ん？あのね、前に看護師さんがお土産にって桜餅をくれたんだけど、私はそれ食べれなかったの。それでね、その桜餅が筒みたいな形してたんだって。私は普通のお饅頭みたいなやつしか食べたことないから、ああ、筒のやつね。筒のやつ。食べたことある？うん、ある、かな？というか、なんでほのかは筒のやつ食べれなかったの？それは、さきちゃんが。違う。あのね、仲間外れにしたんじゃないの？その時ちょうどほのかは食事制限があってね。それに筒のやつは賞味期限が。そうそう。それでさきちゃんが筒のやつ二人で食べちゃおうって。違う、言ってない。看護師さんが言ったの。食べれないのに見るのはかわいそうだからって。ああ、それは仲間外れだな。私も筒のやつ食べたかったな。あ、もう違う、仲間外れじゃないの。そういえば、リクは食べたことあるの？桜餅。ん？っていうか、筒のやつって何？え？そこから？仲間外れはリクじゃん。
それで後で招待状探したら消えてたんだってよ。うわー、やっぱり怖い話じゃん。え？そんなに怖くないだろ。十分怖いよ。ほのちゃんは怖かった？あんまりかな。あの世からの招待状だよ。届くんだよ。でも死んじゃってからでもお手紙を届けられるなんて、羨ましいかもって。羨ましい？まあ確かに。ってそうじゃなくて、もうほのか暗い、後ろ向き。ごめん。ほのちゃん、あげるんじゃなくてもらう方だよ。でも招待状なんてもらったことないし。あ、私もない。俺もないかな。兄ちゃん、俺もないよ。招待状か。そういえば昔、思い出している。わ、ちっちゃくなってる。わわ、ハルト、招待状は好きですか？え、びっくりした。どうしたの急に。ハルトは招待状もらえると嬉しいですか？うん、嬉しいと思うけど。へへ、見て見て、これ招待状、私に届いたの。何それ？というか、誰から？招待状だよ、招待状。誰からかは分かんないけど、書いてあるでしょ、招待状って。見せて。うん、ほんとだ。今日の夜、研究棟か。誰からだろう。というか、葵からじゃないのか。え、私から？あ、いや、別に。私からの招待状が欲しかったの？違う。それより、最初の招待状は好きですかってなんだよ。あれはね、他人の本音を聞き出すトーク術だよ。びっくりしてる時に質問すると本当のことが聞けるんだって。ふーん。ね、それより行くでしょ今日の夜。ダメだよ、いたずらかもしれないし危ないから。危なくないよ、病院の中だし大丈夫。でもな。ハルト、やっぱり帰る？え、せっかく来たのに？うん、なんか怖くない？ここまで来たんだから行こうよ。わかった。ほら、ここだよ、倉庫。ここですか？あれ？開かない。本当だ。ハルト、あれなんだろう。たくさんのコーヒー豆？なんか違くない？種かな。そっか、種か。やっぱりコーヒー豆かも。そっか、豆か。いや、
やっぱり種かも。そっか、やっぱ種か。うん。戻ろっか。うん、そうだね。でも招待状って何だったんだろう。誰かのいたずらだろうけど。あ、そうだ。ねえ、さっきとほのかの手伝いしに行こうよ。え、ダメだよ。え、なんで。え、じゃなくって、さっきとほのかって今誕生日の準備してるんだよ。うん。うん、じゃなくって、言ったらダメでしょ。そうだけど、最近仲間外れで寂しいし。そこは我慢だよ。そっか、我慢か。そうだよ。そっか。ハルト、どうしたの？ぼーっとして。ああ、ちょっと昔のことを思い出してて。昔のこと？うん、そういえば葵が招待状もらったことあったなーって。いたずらだったのかもしれないけど。へえ、そんなことあったんだ。ハルトくん、いつの話？なまっちゃった。なんでそんなになまったの、ほのか。ハルトくん、いつの話？いつだろう。ほのかとさきが誕生日の準備をしていた夜だと思うんだけど。誕生日の準備？あ、ん？さきとほのかが準備してたなら、葵とハルトの誕生日だろ。ってことは3月の終わりだから、俺はもういない頃だけど。ああ、そうか。3月の終わり？うん、だからハルトが思い出したのってちょうど7年前の今頃じゃない？サキちゃんもほのちゃんも招待状の話知らないってことは、アオちゃんが亡くなった前の日のことかも。俺も準備内緒で手伝ってたよ。前の日、そっか。そうだ、ハルトくん、先週誕生日だったんだね。ほんとだ、おめでとう。ああ、確かに。ハルトの誕生日って、いつも終わってから祝ってたもんな。葵と一緒にさ。へえ、そうなんだ。ありがとう。懐かしいね。本当懐かしい。でもうこんな時間、私そろそろ行かないと。ハルト、明日はいるんだよね。うん、いるよ。じゃあまた明日だね。バイバイ。よし、じゃあカケルもそろそろ戻るか。そうだね。ほのちゃん、ハルト、またね。二人になっちゃった。そうだね。本当に久しぶりだね、ハルトくん。うん。ねえ、ハルトくん。私、ほのか、ごめん。え？ほのかが何言おうとしてるかわかるんだ。ほのかのお願いも、伝えたいことも全部。ん？
でも、それは後で聞きたい。っていうか、いや、聞きたいわけじゃないんだけど。なんていうか、その、聞かなくちゃいけないけど、あの、答えが出てないから。いやいや、じゃなくって。ああ、もう、何言ってるんだ。ごめん。私もよくわかんない。でも、わかった。ハルトくんが困るなら言わない。それに、ハルトくんは言わなくてもわかってくれてるみたいだし。言わなくてもわかる。か。うん。ハルトくんすごい。あのさ。先にも伝わってるかな？ん？さっきもほのかの思い分かってるのかな？私はさきちゃんには何でも話すよ。本当に？え？本当に？さきは話してほしいかも。ほのかのことを大切に思ってるから。なんて変なこと言ってごめん。もう行くよ。また明日。話してほしいかも。かも。かも。動ける。あ、動けない。はあ、話してほしいかもって、何偉そうに言ってんだろう。はあ、そうだ。あのおじいさんと話をしないと。あ、このおじいさん？じゃないかな。ちょっと近くない？近い、めっちゃ近い。あのおじいさん、ちょっといいですか？なんじゃ？おじいさんは新聞記者だったんですよね。おお、少年、よくわかったの。そうじゃよ、わしは40年以上ずっと新聞記者をやっとった。今じゃこんなじゃがな。その教えてほしいことがあるんです。おお、ええぞええぞえ。何でも聞いとくれ。この病院で7年前あった事故のことなんですけど、その亡くなった方の名前ってわかりますか？名前？はい。ある人がその事故で亡くなったのか知りたくて。おお、そういうことか。もちろんわかるぞい。本当ですか？じゃあ。ああ、少年。悪いがすぐにはわからんぞ。いくらわしでも資料を見ることにはな。そうですか。そうですよね。それってどれくらいかかりますか？そうじゃな。一月か二月か。そんなに？なんじゃ、辛抱がないの。あ、いえ、そうですよね。すみません。まあ、いいわい。名前を言うてみ。え？名前じゃよ。聞きたいんじゃろ？もしかしたら覚えてるかもしれん。一木。一木っていう名字の人はいましたか？本当ですか？ありがとうございます。それが知りたかったんです。そうか。
役に立てたんならよかったよ。でもおじいさん、よく覚えていましたね。すごいです。そりゃ覚えとるよ。一木という名前だけはな。ん？重要な名前なんですか？一木はな。また重要なこと言うでしょ、この後。院長殺した男の名前じゃよ。一木は7年前に死んでいる。一木ではお父さんの方じゃない。はあ、一応そういうことでしょ。院長、前院長と一木先生のお父さんがタイムリープ実験で一緒で。そうか。で、一木さんも事故で死んだ。死んだ。で、一木さんは院長を殺した人。ってなると今の一木さんもタイムリープして止めたいのか、それを。かな？話したいこと。エンド。はい。はい。いやー、また。おー、なるほど。また、大変な感じになってきたな。なあ。いやー、でも、和気あいあいとしてたな、今回。今回ね。うん。それはそれでつれんだよな。もう何もかもつれんじゃん、もう。そう、もうちょっと何もかもがつらいね。そうだね。じゃあ次回は。うん、面白いんですけどね。一木先生のとこ行くのかな、聞きに。かもしれないですね。うん。かな。はい。はい。じゃあ今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。